マリオ・セガールはイタリア系アメリカ人の実業家であり不動産開発業者である。1950年代からアメリカ、ワシントン州のシアトル一帯で様々な土地開発プロジェクトに携わった。ニンテンドーのゲームキャラクターであるマリオの名は彼にちなんだものである。セガールが所有していたアスファルトの販売と建設事業を行う MA ・セガール社は 1998年に6000万ドルでアイルランドの企業である CRH に売却され、グループ会社のオールドキャッスルマテリアルの一部門に吸収された。その後もセガールと息子のマークはシアトル近郊のタックウイラで490エーカーの土地開発を行うなど様々なベンチャー事業に携わった。 1981年にセガールは自身が所有する倉庫の一つをニンテンドーアメリカ法人の本社として貸していた。進出当初は苦戦していたニンテンドーだったが新しいアーケードゲームドンキーコングをアメリカでリリースし画期的な大成功を収めるための下地はできつつあった。まことしやかに語られていた当時の逸話があって大家であったセガールは賃料を滞納していた。 任天堂に怒鳴り込んだと言われる。激しいやり取りをした挙句、ついにセガールは当時の任天堂アメリカ法人の社長であった荒川ミノルがもうじき支払いをすると約束したのを受け入れ、その場を立ち去った。その後、荒川たち任天堂のソフト開発者はドンキーコングのジャンプマンと言われていたキャラクターの名前をマリオに変更し、セガールの名を後世に残したと言われる。 このエピソードは1993年にデイビッドシェフのゲームオーバーで初めて活字化されたと綴るものと考えられていた。スティーブン・ケントのビデオゲームのアルティメットヒストリー2001年にもこの逸話は登場する。その後、このエピソードはインターネットにより広く出回ることとなった。2015年、ニンテンドーはマリオの名がセガールにちなむものであることを公式に認めた。 セガール本人はこの話題について公式の場ではほとんど語っていないがシアトルタイムズ氏が行った貴重なインタビューでは次のように冗談めかして応じている。いまだに私宛に印税の小切手が届くのを待っているとも言えるね。2004年のシアトルタイムズの調査によりセガールはワシントン州における政治権金額でトップ50に入ることが分かった。大きなものでは セガールと息子のマークは2000年から2007年にかけて民主党の候補者や政治団体に9万ドル以上の寄付を行っていた。その献金の一部はセガールの会社が計画した私有地開発における道路建設のための州の財源確保を約束する議員を選出することを目的としていた。マリオ・セガールは2018年10月27日に ワシントン州タックイラの自宅で亡くなった。84歳だった。ありがとうございます。